私は1ヶ月も何をしたらいいんだろう。たった1ヶ月じゃないですか。辛抱ですよ、姫様。1ヶ月間俺とソフィアは出会ってはいけない。そういうルールだったな。どうせここから先、話せないなら、俺の気持ちを伝えておきたいな。どうした、ソフィア、珍しくへこんだ顔して。だって、1ヶ月だよ、長いよ、それに寂しい。たった1ヶ月じゃないか、それが終われば俺とメリアとずっと一緒だ。うん？ソフィア、俺の専属神になるのをずっと待ってる。本当、ちゃんと専属神にしてくれる。ああ、言ったろ、俺もメリアもソフィアが専属神になるのを待ってるんだ。アリシアや、神聖エルフ族の神々には悪いけどな。でも約束する、俺はソフィアを専属神にしてソフィアにも、神聖エルフ族にも、絶対に悪い結果にはさせない。パト様がそうおっしゃるなら私から言うことはありませんね。アリシア、俺は専属神候補にアリシアも考えている。私ですか。ああ、アリシアは面倒見がいいからな、ぜひソフィアの試練が終わったら一緒に専属神になってほしい。え、でも、私でよろしいのでしょうか。アリシア、私も頑張るから一緒に頑張ろうよ。でもメルトリア様が言ってたように、ソフィアと同じようにこの1ヶ月考えていてくれ、結果はその時に。答えは分かっているくせに、人が悪いですよ。ああ、神だからな。ソフィア、長い間会えなくなるけど、元気でな。うん、パトも最終試練頑張ってね。そんな寂しそうな顔をするな。ソフィア、俺は待ってるから。いつでも専属神になる覚悟ができたらおいで。待ってるから。うん、約束だよ。それじゃあ私、帰るね。お気をつけて。元気でな。さて、アリシア、この1ヶ月、専属神としていろいろ教えよう。1ヶ月後、アリシアとソフィアは同じ立場になるんだ。しっかりしないとな。はい、頑張ります。それじゃあメリアを待つか、このことをメリアにも話しておきたいしな。正直私はお母様との話の後のことはほとんど覚えていませんでした。ただ、ソフィア抹殺だけが頭によぎっていたんです。絶対にやりたくない、でもやらないとお母様直々にソフィアを消しに来る、そうなればソフィアは絶対に助からない。ずっとやるか、やらないか、その二択に悩まされていました。ずっとどうにか逃がせないか、お母様を欺く方法はないか、そればかり考えて最初の一週間は過ごしていました。メリア様、ここの部分なのですが、どのように配分したら。ごめんなさい、アリシア、今日の専属神の教育は終わりです。メリア様、専属神教育はもう2時間前に終わっています。嘘？お疲れのようでしたら今日は私が仕事を代わりに。ごめんなさい。お願いするわ。何をやってるの私、自分の役割を全く果たせてないじゃない。メリア様、メルトリア様との一件以来ずっとあの調子。どうしたんだろう。くそ、どうすればいいの。どうすれば、あのお母様を出し抜く。真の全知全能を支配するあのお母様を。ずっと考えて、結局答えは出てこなかった。案外時間というのは早く経つものだな。パト様の最終試練も無事終わりましたし、あとはパト様の時間を全うするだけですね。パト様は何かやりたいことはあるのですか？どうする、全く思いつかない。隠し手の導線に光る。あの外は全世界を予想している。全て知っている。ならどう隠蔽しようか譲れられる。そうなればソフィアだけではなくご主人や私の立場まで危うくなる。ご主人の未来をとるか、ソフィアの未来をとるか。そうだな。いや、それなら私は迷わず。メリア。はい。今度従属神と配下神と話してみたいんだがメリアも時間を取れるか。私は、すいません、少しスケジュールを確認してみますね。ご主人とアリシアはいつ頃がいいですか？私はいつでもいいですよ。今はどこも順調で私が動くような仕事は少ないので。そうだな、俺はこれからずっと暇だからな、いつでも構わない。了解しました。では私の方もスケジュールを。そういえば、ソフィアの試練もあと1週間だな。ご主人、今何と言いましたか？え、ソフィアの試練もあと1週間で終わりだって。嘘。もうあれから3週間経ったの。もう時間がないじゃない。どうしました、メリア様。もう時間がない。どうしようもない。小細工の時間がない。何もできない。もう隠しきれない。もう殺すしか。何この殺気、メリア様。どうした、メリア。いえ、そうですね、あさってなら大丈夫ですよ。そうか、ならその日に予定を空けておこう。はい、メリア様。どうしたって言うんですか？私は考えすぎた結果、お母様を欺
赴く準備にかける時間を失い、もう殺すしかないという考えしか頭にありませんでした。ソフィアの命よりご主人の命、ソフィアの未来より私たちの未来、ソフィアの代わりにアリシアがいる。これは帝王神事知事の命令だから仕方ない。私はたくさん考えた、でも思いつかなかった、努力した、だから仕方ない。私はもう殺すという選択しか頭にありませんでした。もうすでに命令ではなく、私の意思でソフィアを殺すことを選んでしまったんです。そこからの行動は早かったです。次の日、あの日メルトリア様から聞いた情報を話したいから、痕跡を残さずに集合場所に行ってほしいと連絡しました。ソフィアからは2つ返事で了承を得て、そこから私は覚悟を決めてソフィアの元へ行きました。今でも覚えています。気持ち悪い、猛烈な吐き気、これまでにない大悪感、いろんな悪感情がずっと渦巻いていました。ねえ、どうしたのメリア、こんなところに呼んで。いろいろ急でごめんなさい。ソフィアに話したいことがあって。ねえ、なんでこっち向いてくれないの。いいでしょう、話をします。何も隠さずに全部。私は3週間前、ソフィアが帝王神様から試練を与えられたあの日、私も一つの命令を与えられました。そうなんだ。でもメリアはもう専属神でしょ。一体何の命令を。この命令の期限は1ヶ月。あなたがご主人の専属神になる前に、ソフィアを殺せ、そう命令されました。どうして。あなたの意思追能が問題なんです。あなたが暴走すれば世界を壊しかねない。だから。そっか。メリアは悩んで、苦しんで、今の今までずっと考えてたんだね。ソフィア、わかってるの。今から殺されるんだよ。わかってる、でもさ、そんな顔して、苦しそうな顔して殺すって言われても私は怒れないよ。ソフィア、怖いよ、理不尽だって思う。でも、私が親友だと思ってた人が泣いて、苦しんで、あの帝王神様の命令をここまでためらってくれた。それだけで、私は少しは救われたって思うよ。ごめんなさい、ソフィア。私が無欲なばっかりに。決断してきてくれただけでもよかったよ。どうせ消されるなら、仲が良かった人に笑顔で送られたい。私はそう思うもん。ソフィア。でもね、どうせ消されるなら私の夢、聞いてもらっていいかな。私さ、ずっとパパとメリアの関係が羨ましかったんだ。ずっと一緒にいて、お互い家族のように信頼してて。だから、パパが私に、待ってる、って言ってくれた時、本当に嬉しかったんだ。私もパパとメリアみたいにずっと、ずーっと一緒に楽しく過ごせるんだって。そこにエルフ族でも一番仲が良かったアリシアも加わって、この1ヶ月、ずっとそんなことばっかり考えてたんだ。そっか。私の願いは、終わるんだね。ねえ、メリア。はい。アリシアを頼んだよ。きっとあの子ならいい専属神になれるよ。約束します。アリシアは絶対に専属神にします。あと、神聖エルフ族のことも頼んだよ。私がいなくなったらみんな騒ぎ出すと思うから。はい、アリシア経由で神聖エルフ族もしっかり面倒を見ます。あと、パトを守ってあげてほしい。まあ、パトは1位だから心配はないと思うけど、いつ私みたいに厄介な目で見られるかわからないから。それだけは絶対に約束します。どんなことがあっても、ご主人に敵対する勢力が出てきても、必ず私がご主人を守ります。よろしくね、パトは私と同じ、突然変異種だから。もし、私みたいな変な能力が解放された時、私と同じ過ちになるかもしれない。その時、全世界がパトの敵になってもメリアだけは、メリアだけはパトのそばでずっと寄り添ってあげて。はい、約束します。はあ、本当はそれ、私がやりたかったんだけどな。でも、仕方ないか、私は今ここで終わるに。そんな私が。本当、何もできなくて。ごめんなさい。ねえ、メリア、このまま私を消してくれないかな。顔見られるの。恥ずかしくてさ。もう、今から消えるのに、のんきすぎるよ。あれ、メリアが丁寧語をやめるなんて珍しいね。それは私だって、そういう気分になることもあるよ。そっか、最後にメリアの意外な一面が見れてよかったよ。私こそ、ソフィアがそこまで強い子だって思わなかった。でしょう、今更専属神に、って言っても遅いんだから。そう、それは残念。それじゃあ、
きますね。ねえ、メリア。これは少しでもメリアの心が軽くなればと思ってよね。私は怒ってもないし、恨んでもない。仕方なかったことだったんだよ。だからこれが終わったら自分を責めないで。本当、最後まであなたは優しいんだから。バイバイ。さようなら、ソフィア。私はソフィアの優しさに救われました。ソフィアが許してくれたおかげで私は前を向けた。ソフィアが笑ってくれたから私は笑って見送れた。ソフィアがいたから、私は、笑えるわけ。自分を許せるわけ。ないじゃない。ごめんなさい、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 ごめんなさい。ソフィア、何もかも守りきれなくて、本当にごめんなさい。